こんにちは、整体院専道の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回のお話は、マスクの健康被害とその対策という話なんですが、誤解しないでいただきたいのは、マスクをするのをやめましょうという話ではないです。はい、私が、個人的な意見ではあるんですけれども、最もね、この健康に害を与えるんじゃないかなということに対する対策ということなので、そのあたりはですね、ご了承いただければと思います。はい、このマスクのね、健康への影響、主に3つあると思います。個人的には3つあると思います。1つ目は暑いですね。で、2番目は苦しい。この辺はもう皆さんよくね、経験があると思います。もう暑ければ、この熱中症のね、リスクも上げることになるし、もう苦しいとね、思ってること自体がもう酸素がね、酸素の供給量が不足しているということも言えるので、要するに細胞が酸欠を起こしやすくなる。そうするとこういった熱中症のリスクもね、さらに高めてしまうということが言えるんじゃないかと思います。はい、問題はですね、私が一番問題だと思っているのが、この3番目です。脳呼吸を阻害、妨害するんじゃないかなということが、私の持論です。これどういうことかというと、この脳呼吸、第一次呼吸と言います。肺呼吸を第二次呼吸と言います。で、この脳呼吸、第一次呼吸というのは、この頭蓋骨がですね、大きくなったり小さくなったりすることで、中にある脳脊髄液、これが中で作られ、排出され、また再吸収されってい う一連の流れがあるんですけれども、それが、このマスクをすることで、このマスクって耳にかけますよね。その耳がこの側頭骨についているので、この側頭骨の動きを阻害して、この脳呼吸ですね、脳呼吸を邪魔しているんじゃないかなというふうに思っています。はい、図で言うと、これ以前のね、動画でもお伝えしたんですが、脳があります、脊髄があります。で、脳脊髄液がその周りを守ってくれています。はい、これが正常な状態なんですけども、異常な状態になるとこういう状態になりますね。こうした方がいいかな。もう一目瞭然ですね。中で脳脊髄液がむくんでるので、訴えしているので、要するに脳がむくんでいるような状態ですね。こうなると、中にある脳を圧迫し、脳が本来持っている働きを発揮できないので、要するに自律神経の働きが悪くなって、体のね、体全体の不調を招いてしまうと、もっと言えば免疫力の低下も招いてしまうということが言えます。はい、じゃあこのマスクをするぐらいで、この第一次呼吸、脳呼吸が妨害されるのかという話になると、これは正直わからないです。わからないですけど、私の経験も含めて、このマスクの紐で、ここを固定する、側頭骨を固定することで、どうもこの脳呼吸を邪魔してるんじゃないかなというふうに思っています。はい、人間の体というのは、強い力でグッと押されても、体の防御反応が守ってくれて、意外とその強い刺激の奥まで入っていかないんですね。ただ、それが、非常に弱い刺激で、リズミカルな刺激だったり、持続的な刺激、こういう刺激を加えると意外と刺激というのは奥まで入っていきます。はい、その理論からすると、マスクっていうのは、非常に弱い力でこの耳を固定します。この耳を弱い力で持続的に固定することで、この側頭骨も固定して、この脳呼吸の働きを邪魔してですね、この脳脊髄液の流れを悪くしているということが言えるんじゃないかというのが私の持論です。じゃあこの動きの悪くなった側頭骨を緩めるにはどうしたらいいかということになると、この側頭骨の上にある側頭筋というのを緩めます。はい、この緩め方なんですけども、側頭筋、この耳の上の方にね、あります。こういう感じであります。なので、この耳をちょっと避けてもらって、そこに手根部ですね、この手根部を当てて軽く外して、両方外して、軽く回します。強さは軽くなんですけれども、軽く皮膚が動く程度です。頻度は、あなたがね、気持ちがいいと思う時間、回数でいいと思います。はい、それを前回し、後ろ回しで、側頭筋もうちょっと前にもね、このこめかみのあたりにもついているので、もうちょっと前も外して回します。気持ちがいいと思う時間と頻度で、回します。はい、あとですね、この耳、側頭骨にくっついている耳を引っ張るというのも有効です。これただ単にやみくもにね、引っ張ったり回したりするんじゃなくって、先ほど説明した防御反応ですね、強くやると防御反応が働くので、軽く持って引っ張る。できればこの耳の真ん中あたりですね、真ん中あたりを軽く引っ張ります。
そうすると、軽く引っ張った方が意外とこの側頭骨は動くんですね。で、もうこれ以上いかないっていうところまでいかずに、もうちょっとこう遊びを残した8割9割のところで止めます。はい。でここからですね、これで終わってもいいんだけれども、ここから5秒から10秒持続するか、ここからですね、こう耳を回していただいてもいいと思います。こんな感じですね。私が今説明したやり方っていうのは、本当に局所療法というかね、対症療法と言っていいのかな、この側頭部だけにアプローチするやり方なんですが、この脳呼吸そのものを良くする、改善する方法があります。それがですね、以前にも何回も紹介してるんですが、こちらの宮野博隆先生の書いた本の中に紹介されています。当院の患者さんにはですね、もう全員に 100% お伝えしているんですが、いつかですね動画の方でも紹介したいなとは思っています。はい。ということで今回はですね、このマスクの健康被害、健康への影響として一番大きい問題なんじゃないかなと私が思っていることに対する対策として、耳へのねアプローチ方法、側頭部へのアプローチ方法というのをお伝えさせていただきました。はい。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。